はい、どうもこんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は HK22 でもね、ハイブリッドに特化してやってみたいと思います。しかもハンマーに特化してやってみたいと思います。まあ、この前ねレビューさせてもらったバイオレントエフェクトと、ハンマーのブラックイドウ 2.0 ハイブリッド、こちらがね、今持ってるハンマーのハイブリッドでございます。今日はね、レイアウトは違いますし、素材も違いますし、配合も違うと思うんですね。コアも違います。ですので全く違うハイブリッドやと思うんですけども、投げて比べてみて、感想を述べてみたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではいきましょう。まずはねエフェクト、最近ねやっと使い慣れてきたというか、使い方が分かってきたような気がするボールです。はい、1フレー、レーンは43フィートで、昨日チャレンジがあって、朝からどなたかがレッスン投げてたので、外の帰りはめっちゃいい今みたいにね。はい、中の色はまだしっかり残ってるようです。エフェクトはね、低感性の部類にあると思うんですけど、結構転がりがいいですよね。こんな感じでね、はい、思ってるより中のオイルはあるし、切れるボールではないと思うんですよね。でもしっかりグッと一回向いてきてくれるんで、僕は、最近安心できるボールというか、安定のっていうかね、うちのオイルを使っても頼りがいのあるボールっていう風に認識をしております。はい、もう一回エフェクトなんですね。ちょっと中絞ったけどね、ああやってスーッと奥まで行ってからしっかり寄ってくるっていう感じのボールですね。僕のね仲のいい石野博プロがレジェンドスター契約なんですけど、この前これでパーフェクト出たよっていうのが SNS 流れてたんでね、すごいやっぱ信頼のおけるボールなんでしょうね。はい、では、次はブラックイドウ 2.0 ハイブリッド、これも結構投げたな僕、大好きすぎてめっちゃ使いましたけどね。はい、さっきのエフェクトストライクであったとこ同じどこに立っております。なんかちょっと行ってんのか噛んでるか分からん軌道でしたね。ちょっと打ち見せだったんですよね。もう一回投げてみますね。ハンマーもねブラックイドウといえばもうみんな分かってるガスマスクですよ。もう一回いきますね。ちょっと脇甘かったんでしっかり締めて右へ向けましょう。めっちゃ行きましたけど、めっちゃ行きましたけど、こんなもんですか。レイアウトもね、ブラックイドウの方が行くように上げてあるし、RG も確かブラックイドウの方が高かった気がするんですよね。デルタ RG 覚えてないんですけど、ちょうどミス覚悟でダブルッドも一歩投げしてみます。はい、ミス覚悟のダブルッド飛ばしちゃいました。やっぱねなんかエフェクトの方が持続的に曲がってくる感じがするんですよね。ガスマスクもそりゃ好きなんですよ。ちょっともう一回ごめんなさい、ブラックイドウ行ってみたいと思うし、ちょっと右に寄るわ。2枚ぐらい右に寄りました。2枚ぐらい右に寄ってちょっと右へ向けてみる感じで、これぐらいちゃう。やっぱりそう、ちょっと走るんやね。なんか息っぷりがよく感じる。ブラックイドウの中でも 2.0 ハイブリッドはそんなに僕は行く方ではないと思ってるんやけど、エフェクトに比べるとかなりいってるね。はい、ではエフェクトに戻しますね。
これはねやっぱだいぶ落ちよ。さっきの、今ブラックウィドウでストライク出たところより4枚左寄りました。4枚左寄ってるからね。これでも戻ってくるんちゃう？ね、倒れた。戻ってくるよね。4枚左って言ったらかなり違う感じだと思うんですけど、いや、ええわこれ。まあ、使い分けになっていいですよね。もう明らかに違うんで、やっぱりちょっと強めのね。で、ね、エフェクトはハイブリッドって言っても 25% なんでね、ソリッドの要素。確か4分の1だけソリッドやって聞いたような気がするんで。どう？ほら、すごいよこれ。いいね。はい、もう一回 2.0 ハイブリッドに戻します。まあ、レーンもいいですけどね。これはね、だから4枚右に戻るよ。狭く流し込んであげないとボールのリアクションが出てなかった。出過ぎたけど大丈夫でしょう。むっちゃいくやん、むっちゃいくやんこれ。もうエフェクトに慣れてしまったらブラックウィドウが投げにくく感じる。あんなに好きやったブラックウィドウ 2.0 ハイブリッドがエフェクトにより投げにくく感じる。このレーンではね、当然オイル薄くなったらね、ブラックウィドウの走りが欲しくなる時もあるやろうけど。ね、随分と随分といきますよ。まあ、やっぱ転がり感もね、やっぱり低感性の分エフェクトの方がいい感じがしますね。はい、もう一回急フレなんですけど 2.0 ハイブリッド投げてみたいと思います。さっきのちょっと出過ぎだったんでね、出さんように、あんまり出さんように。あんまり出さんようにね。はい、ねえ、あれストライクになるぐらい狭く投げてもいくんですわ。よし、じゃあ点フレになりましたんでエフェクトを投げます。最初ね、エフェクト投げた時ね、正直なこと言うとうんと思ったんですよ。キャッチが強くておとなしい球やなと思ったんですけど、オイルを使い足りてなかったっていうのがねよく分かりました。こんだけ左寄って僕でもおうちのオイルを使っても安心できるボール。もうこれは戻らんか。あ、戻ってきた。飛ばんかったけど戻ってきた。すごい。あのブラックウィドウ投げた後にエフェクト投げるとね、今のは抜けるって思ってしまうんですよ。全然止まったね。さあ今日はねスペアボールがないので、しっかり天秤取って最後もう一回投げたいな。はい、ケーキ取れた。じゃあ最後エフェクトもう一回投げてね終わりたいと思います。はい、行きまーす。ほい、おー、よかった。はい、ということでね、215点と、まあ、いわゆる普通の点数ですけども、もうボールの立つ位置がやっぱ立つ位置が4枚5枚ぐらい変わってくるんで、かなり差が出ますね。もう同じレーンでこれだけ同じような投げ方をして差が出るということは、走りっぷりにと転がりっぷりに違いが出たんだと思います。まあ、ということでね、これからボール買う方ぜひ、購入の検討材料にしてください。はい、ということで、ね、本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメント待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。